ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第14節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。ワン、ツサイド。いや、タイミングはいいですよ。ガナラ、ロベウト・アクーラ、キンタラ、シュート。ロベウト・アクーナ、ファン・ソンホン、シュート！なんてアートな。さあ、もう一度見てみましょう。神さん、中へ放り込む、ジャンプ、ヘッドでつないで、アンジョン、シュート。カルドロ、本名カルドロ、スローイン、ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ、中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう？そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ、後半戦が始まります。
ユ・サンチョン、アレトス。後半5分経過。アルシュート。さあここから棒を攻める。ファン・ソンホン。さあここから棒を攻める。チラッペルト。主審笛を吹いた。ヒンナム。攻めきれない。サンタクレス。後半25分経過。突如としてトップスピードに乗ります。放り込んできた。ボールが宙をさまよう。ホンミョン。攻撃を組み立てます。ホッジョンス。取り損ねた。ハミス。カルドロ。意図がわからない。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。チラッペルト。ヘッドで。スペースができている。シュート。ちゃんと狙って打ってほしい。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。粘り勝ちです。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。